がり11番ナギマークしている片山ちょっと抜かれ気味スイーパーの鎌田出ましたハンガリーボールのスローインになりました このキープ力手が出ましたハンドハンガリーペナルティーキック小木 手が出ましたハンドハンガリーペナルティーキックであります日本ピンチのゴールキーパー横山そしてハンガリーは東京大会にも出場いたしましたベテランノバークのペナルティーキックでありますノバーク対横山逆を突かれましたハンガリー1点を加えまして2対0前半7分であり後半7分でありますツックス5番は今変わったメンツァイ横山好守備に抑えましたちょっとボールのキープ力に両チーム差がありますオンが帰るまたハンドかまたハンドかまたオンのハンドでありますまたペナルティーキックまたペナルティーキックであります今日の鬼はちょっとついていません後半まもなく20分になります再びベテランノバークがこのペナルティーキックを蹴りますノバーク先ほどは右隅に決められています2つ目のペナルティーキック右上隅に入りました先ほどは右下隅今度は右上隅に決まりましてついに得点は4対0と開きました渡辺です杉山を走らせようとしますがヘディングで止まりました今度は八重樫が出る八重樫が出ました杉山へフィード真ん中を走る鎌本杉山折り返せるかシュートだゴールキーパーの正面でしたハンガリーのゴールキーパーは28歳カロリー・ファーター178センチでありますハンガリーの逆襲鋭い縦の攻撃スイーパーの鎌田バックパスこれは今のはオーバーステップでしょうかおそらくオーバーステップ3歩までゴールキーパー歩くことができますがそれをオーバーしたという感じで今審判が立っております位置から間接フリーキックでやります直接ゴールを狙うことはできません間接フリーキックでやりますあと残り時間は20分間接フリーキックです日本選手はゴールの前まで下がらなければいけません今のはもう一回蹴り直し日本選手が前に出過ぎているということでブラジル人のアルピリオ主審が選手を下げました10番のシュートコーナーキックに逃れました鎌田このハンガリーの強さは誠に抜群であります左からのコーナーキックハンガリー横山飛び出したヘディングだと右に切れました雪は西に傾きまして雲が出てきましたメキシコシティ明日
橋高スタジアムの上空は全く曇っています。富澤のお腹に当たりました。1回クリアしましたが、もう1回ロングシュート、横山好プレー。鎌田、さあ真ん中を割られた、またチックスだ、またチックスだ、5点目。チックス今日3点目を挙げました。27分で28分でやります。後半スマタ1点を挙げまして5対0、日本にはこのゲーム絶望的な点差になりました。